チョホは中国古代のダイスゲーム、賭博で五冠の頃から塔まで遊ばれた。サイコロの代わりに平たい板を5枚投げて、その裏表によって、スゴロクのように駒を進めるゲームであったらしい。漢字表記は一定せず、などとも書かれる。後世には賭博の画唱としても使われた。チョホの由来は不明である。中国で古くから行われているダイスゲームに六白があるが、 関係があるかどうかわからない。芸文竜寿巻74に引くル、通る、チョホフでは老子が、西域に行った時に暇つぶしにチョホを遊んだとしている。太平五蘭巻754に引く精神の超過、博物史では、老子が西域に行って発明したとする。これらの伝説は、チョホが外国起源であることを示すのかもしれない。進の時代には大変流行したようで、新女流帰伝には、 竜気と竜竜が諸報を行った時の様子が詳しく、記されている。同じく、新女皇妃殿には、国貴院が芝縁と諸報を遊んで熱中し、芝縁の指を痛めたという記事が見える。諸報は、突破として、しばしば禁止された。東大にはすでに時代遅れのゲームになっており、壮大に滅んだ。力予るダバズ女に、金進む廃絶といい、南宋の手広まさ、縁主ゲロにも、 九杯不行と記す。それ以降も、チョホという語は使われ続けたが、別のゲームを指していた。五蔵組では、ジョコという三個のサイコロを使ったゲームを指すとしている。五木塔のり、五木京及びりはじめ、東国志歩巻下によると、チョホでは、サイコロの代わりに五枚の板を投げた。板は片面が黒く、もう片方が白く塗られていた。五枚のうち二枚には白い側に、 生地が描かれており、その2枚の裏側には牛が描かれていた。目の出方には下の10通りがある。ー、生地、徳、白の4種類をサイと呼び、それ以外をイと呼ぶ。サイが出たらもう一度振ることができる。敵の駒を取った場合ももう一度振ることができる。五木業によると、駒は全部で20枚で、最大5人まで遊べるように5色に分けられていた。番は、 スゴロクのようにマス目があった。いつ企業によると、マス目の数は120で3段に分かれており、その間に2つのガがあった。また、コウもあり、王祭を出すと、席から出たり、コウを飛び越えたりすることができた。随所には、くだらやわでチョホが遊ばれていたとしている。現代の韓国のユンノリは4枚の板を投げるところが、チョホに似ている。 ユンノリのルールがインドのパチシに似ていることは古くから指摘されており、あるいはパチシ、チョホ、ユンノリはすべて同じ起源を持つのかもしれない。和名類受賞にはカリウチという和名が付けられている。また、チョホで投げる板のことをカリと呼んでいる。万葉集の特殊なカナから知られるところによると、このカリウチはユンノリと同様に四枚の板を投げるものであった。 実書類にはその後も見えるものの、実際に行われたかどうかは定かでない。江戸時代にはこの後は他の賭博類に流用され、和漢三歳杖では天章カルタの類を指すとしている。また、サイコロ賭博の一種にチョボ一と呼ばれるものがあり、単にチョボとも呼ばれた。平城計二条王子跡から出土した、弾き付きの内面の記号がユンノリのものに似ており、 チョホの番ではないかという説が2015年に発表された。周り将棋は将棋の駒を使うことを除けば、チョホやユンノリに多少似たところがある。マスカワ・コウイチはパチシオを元にしたるドと、周り将棋の類似を指摘している。ありがとうございます。